2年連続で優勝を逃し、2022年は B クラスという屈辱を味わった球界の名手、巨人。原辰徳監督のもと、2023年シーズンでの巻き返しを誓っています。大型補強は行わなかったものの、主砲の岡本和真選手や、WBC を辞退しシーズンにかける坂本勇人選手など戦力は充実。投手陣も菅野智之投手や戸郷翔征投手らを先発陣に、昨シーズンルーキーながら抑えで活躍した大勢投手など盤石となっています。しかし、球界関係者からは巨人再建にはさらなる改革が必要との声が上がっているのです。今回は巨人再建と優勝のためのキーマンとされる人物に迫ります。巨人が優勝するためのキーマンは？ここ2年、成績を残せなかった巨人にとって、今シーズン優勝を奪還するために必要なものは、ズバリ、打撃陣の成績向上です。昨シーズンのチーム打率は2割4分2厘で、なんとセリーグワースト。得点力を向上させることが、チーム再建の至上命題なのです。昨年オフ、巨人は一軍打撃コーチだった村田修一氏、キム・キテ氏、横川文則氏を解任。かつて西武、楽天で打撃コーチを務めた大久保博元氏を招聘しました。しかし大久保氏の招聘くらいでは、巨人は変わることはできないと苦言を呈する OB もいます。その OB とは、現役時代巨人でプレーし、引退後はヤクルト、西武で監督も務めた広岡達郎氏です。広岡氏は巨人について、大久保にしたって劇薬だと言うが、果たして本当にそうなのか。西武時代に中村武也を育て、楽天の一軍監督になった実績があろうとも、常に優勝を義務付けられている球団での指導はまた別だ。一か八かの劇薬で大久保を呼ぶという魂胆は浅はかすぎる。劇薬というのなら、落合博満をヘッド兼打撃コーチに呼ぶくらいじゃないと、本当の意味での劇薬にはならん。とバッサリ。加えて落合博満氏を招聘することが必要であると具体的な名前を挙げて改革を提言しました。過去にも広岡氏は巨人の再建案として福岡ソフトバンクホークスを上昇軍団に成長させた工藤公康氏を監督にすることなどを提案。そんな広岡氏が落合氏を招聘すべきだとしたのにはいくつかの理由があります。まずは年齢と実績です。現在の巨人は原辰徳監督に意見できるほど年上の実績あるコーチを起用しないように映ると広岡氏は語ります。その上でこう苦言を呈しました。コーチ陣の大刷新と言っているが、結局今までと同じやり方。今の巨人のコーチ陣を見てもどいつもこいつも中途半端。唯一見どころがあるのは河合ぐらい。河合は現役晩年中日でプレーしたり、二軍でも指導者をやったり、巨人に戻ってくる前は評論家としても活動するなど、いろいろな経験をしているからな。原に物を言えるのは、河合くらいしかいないだろうが、果たしてそれができるかどうかだ。かつては不動の2番打者であり、犠打の世界記録も作った、まさにレジェンドの河合正広氏。彼くらいしか原監督に物を言える人物がいないとすれば、広岡氏の見立て通り、巨人の再建はかなり厳しいでしょう。今シーズン、河合氏が巨人の明暗を左右する存在となりそうです。さらに広岡氏は巨人が再建できる可能性についてもこう語っています。どうせまたよそから選手をかき集めるのだろうけど、FA 選手は宣言した時が大抵ピーク。うまくいって2、3年活躍するのが限界で、気づいたらチームに年寄りが増えるだけ。他球団から選手を獲得するその場しのぎのチーム作りにも否定的な見解を示しました。広岡氏は原監督については高いマネジメント能力を持っていると一定の評価をしています。とはいえ、その能力は選手が揃わないと発揮されないもの。原監督に関しては若い選手を辛抱して起用し、経験を積ませて才能を開花させるなどの育成力はないと断言しています。巨人の再建については、とにかくどういう野球をするのか、明確な基準を設けて、コーチ以下、選手にきっちり浸透させる。そして各ポジションにライバルを作り、切磋琢磨させる。競争意識を植え付け、危機感を募らせる。と3つのポイントを挙げました。その他にも、原体制への辛口批判をたびたび行っている広岡氏。
それには理由があると言います。私が原に厳しく言うのは、公認監督として長島に推薦したのが私だったから。自らが監督として推薦したからこそ、原氏に巨人の再建を成し遂げてほしい。そんな期待を込めての辛口批判なのでしょう。さらに、坂本隼人なんて今のポジションにかまけているからあんな問題を起こすのだ。独身だから遊ぶなとは言わない。ただ遊ぶにしても自分を律してさえいれば遊び方も変わってくるはずだ。と主力として活躍が不可欠な坂本選手についても愛を持って一喝。最後に広岡氏は巨人の再建に向けこのように語りました。効率化の時代とはいえ結果が出ていないんだから、そもそも練習量が足りてないということ。秋季キャンプ、春季キャンプで体が悲鳴を上げるまで練習をやらせることも必要。プロなんだから自己管理はできているという前提で挑ませる。それにはまず徹底した意思統一ができるかどうかだ。かつては地獄と呼ばれることもあった巨人のキャンプ。しかし猛練習によって鍛え上げられた選手たちが上昇軍団としての礎を築いてきました。もちろん最新のトレーニング方法など効率化が図られている時代。ですが原点に立ち返り、どこかで心身を鍛え直すような時間が今の巨人には必要なのかもしれません。落合が巨人に入閣する可能性。広岡氏が巨人再建の劇薬として招聘することを進めた落合博満氏。現役時代はロッテ、中日、巨人、日本ハムと4球団を渡り歩き、3度の三冠王も獲得した日本を代表するレジェンド OB の一人です。現役時代の成績はもちろん、指導者としての実績も十分。2004年から8年間、中日の監督を務めた際には、4度のリーグ優勝と1度の日本一、8年間すべてで A クラス入りを果たしています。当時低迷していた中日を蘇らせるべく、チームの改革を断行した落合氏。まずはコーチ陣全員に、選手へ暴力を振るわないことを約束させ、当時チーム内にあった鉄拳制裁の文化を取り除きました。さらに春のキャンプでも選手たちに猛練習を課し、朝から晩まで白球を追わせて若き才能を開花させたのです。加えてキャンプ中はコーチ陣が選手より先に宿舎に帰ることを禁止。コーチ陣も選手に最後まで付き合え、と最後まで選手を指導するよう指示したのです。落合氏の改革によって、選手たちが練習を最後までやり抜く環境が作られ、多くの若手選手がチームの中心選手へと成長しました。現役時代の圧倒的な実績を含め、指導者として選手たちに厳しい練習を課して鍛え抜いた姿勢。そんな落合氏の姿は、まさに広岡氏が考える巨人の再建に必要な要素を満たしているのです。あとは落合氏にその気があるかどうか。しかし残念ながら、巨人の指導者になる意思はなさそうです。自身の YouTube チャンネルで、巨人の監督をやってみたいか、と問われた落合氏は、ない、と即答。強いとこの監督は面白くない。勝って当たり前だって言われて、この戦力でなぜ負けるんだっていう風に言われるのは尺に触る。と、巨人の監督を引き受ける気はないと、さらりと答えた落合氏。さらににやりと笑いながらこう付け加えました。どれだけ俺の練習について来られるかだよ。勝つために何をするかってことを考えれば、おのずと答えっていうのは出てくるんだろうと思うけども、それをしなくたって俺ら勝てるんだっていうところだったら、あの練習にはついて来られないだろうなって思う。自身の厳しい練習方針に巨人の選手たちではついて来られないだろうと語りました。現役時代は圧倒的な成績を残していた落合氏。春季キャンプでは一人チーム本体の練習から離れ、マイペースで調整していたことでも有名でした。しかしその調整法は決して怠けていたわけではありません。周囲の状況に合わせず、自分に対して必要な練習量をきっちりとこなし、開幕に向けて万全な体制を作るためのもの。かつて落合氏は現役時代のキャンプを振り返り、練習過程をこのように明かしていました。第一ブロックは下地作りで、ランニングや体力強化を2週間ほど。2度目の三冠王を手にした1985年は、1ヶ月間一度もバットを振らず、
下地作りに専念したこともある。第2ブロックは1週間ほど頭のトレーニング。前年の自分を思い出し、その年の自分の理想像を思い描きながら、頭の中で打撃フォームを作り上げる。そして第3ブロックでは、素振り、打撃マシンや打撃投手を相手にした打ち込みで、頭の中で作り上げたフォームを体に染み込ませていた。さらにこの打撃マシンなどで打つボールも、緩いボールにこだわっていたという落合氏。試合で相手投手が投げ込んでくる生きたボールを打つよりも、表現は良くないけれど、打撃投手が緩く投げてくれる死んだボールを息のいい打球にするのは難しい。完璧な打ち方をしないと飛距離も出ないんだ。だからこそ自分の打撃フォームを固めるには、緩いボールを打ち込むのが一番の方法だと考えている。こうした考えをもとに、巨人の若き強打者たちを落合氏が指導したら、どれほどの選手が誕生するのでしょうか。考えただけでもワクワクしてしまいます。現在主力選手たちの高齢化が叫ばれている巨人。それでも多くの育成選手がおり、うまく育てることができれば、チームを大きく強化できる可能性も秘めています。今後、落合氏が巨人に入閣する可能性は高くはありませんが、もし本人の気が変われば、間違いなく巨人再建のキーマンとなるでしょう。中日時代も素晴らしい選手を育て上げた落合氏ですが、自身のように三冠王を獲得するほどのスラッガーを育てることはできませんでした。もし巨人に入閣することになった暁には、自身を超えるようなスラッガーの育成にも期待したいですね。